今年もこの季節到来、北島町春の狂犬病集団予防注射。果敢に注射に挑むワンちゃんたちの様子を3日間にわたり追い続けました。その様子をご覧ください。1日目スタートは八坂神社から。最初はトイプードルのテト君、尻尾を振りながら注射待ち。よかった、お利口さんやね。確かに駐車場ミスを渡してきますので、待ってください。打ち終えた喜びを全身でアピールです。しょぼーんとした雰囲気のポポルちゃん。大丈夫です。お利口やね、終わった。お母さんのお利口やねを聞き注射を受けます。先生を伺う眼差しに疑念が。とにかく帰りたいポポルちゃんでした。まだまだ注射は続きます。ミントです。ミントちゃんめっちゃ毛ツヤツヤやね、かわいい。抱えられ登場したのはミントくん。お母さんに体を預けています。注射で体調悪くなったりもいけますかね。先生をノールックでそのまま打たれます。よかった、どうぞどうぞ。でまた体調の方はよく見てあげてください。かきこいね、おとなしいね。桜咲く春の公園、近所のワンちゃんが集います。もちろん元気な子も。迫る注射を目隠しで難なくクリア。飼い主さんと先生の合わせ技です。お大事に。続いてさくらちゃんですが、素早く注射を終えます。はい、頑張った。ここへ来るまでにもうお前警戒しとる。まだ何注射覚えてるんかな。うん、いやこっちなんか異常感じるんだろうな。いつもお会いするジムシーちゃんとうまそうくん、今日もこの丸いボディがたまりません。いや、いやな。お顔だけちょっとボテてもらってもいいですか。大丈夫だよ。すごいな、3人仲良くなるね。はい、ちゃんと仲間で。えら、はいはい。ありがとうございます。あと二人ともお利口さんでしたね。今年も元気そうで何よりでした。途中から完全にいやいや歩きになっているナナちゃん、不思議なステップを刻んでいます。もう出会うかな、なんかね、なんかね、絶対わかるよね。いつでも一人ここ通れるな。なるほど。もうここの男まで来たら来るのが嫌って言うと。いつものルートと違うんですよ。いつもそことは駐車だけだったと思うから。割と。でも、なので。すいません。お駐車していきますね。ここか。そして先生に気づき、気持ちが高ぶるナナちゃん。
た。まだ何本か来て、もう一本も入ってないよ。ああ、そうだよ。そう、そう、来てな。ああ、ああ。で、5本来たんだな。なら、お母さん噛まれたりします。お母さん噛まれたりします。ああ、お母さんにちょっと持っとってもらってもいけます。首輪のところだけ。お母さん、首輪。お母さん、なかなか首輪をつかめません。しかし、ここで先生が動きます。何か、ななちゃん、におう、におう。はい、はい、OK です、大丈夫です。開いてます。これぞ早業。お母さんも注射が終わったことに気づいておらず、また気づいていないことに周りも気づいておらず、10分ほど休憩をして帰られました。狂犬病はかかるとほぼ 100% なくなると言われている病気です。ワンちゃんの間で広めないためにも、人やその他の動物へ広めないためにも、予防接種は義務付けられています。万が一の場合に備えて、地域で予防接種を受けて、人とワンちゃんの健やかな暮らしを守っていきましょう。次回も引き続き注射の様子をお届けします。果敢に注射に挑むワンちゃんたちの勇姿をじっくりご覧ください。